オートトランスポートという機能があったらいいなと思うんですよね。例えばこう、これ弾いてるときはここしか出ないけど、録音すると音符が出るので、何度の音を弾いたかっていうのがこう出ますよね。そこまででも、まずこの最初 Am で、アナライズするとキーオブ Am の1と2のコードで、ここから転調して、キーオブ F の251になるんですけど、そうしたときにここで転調してるから、最初のこの Am のときに最初に弾いたこと、この音が A の音がこれだから、2度の音ですよね。2度の音、というのを表示させるためにはコードを基準にしてやると、2度の音から始まってる、213フラット、レドなんだったっけ、無等式、音階を読む方法がなんかあるんですよね。これは何だったっけな、ああめんどくさ、フラットというのを言うのがめんどくさいから、ドディレ目か。だから、ミのフラットは目だ。目。目。レード目。レード目。で、ここね、コードにしてあったから、コードではなくてキーを基準にすると、これがまたこのめんどくさいんだな。キーを基準にすると今度は今 C になってるけども、バンドインヤボックスの表記が C の場合には、Am の場合にはね、こう、1マイナーっていう表記にならないんですよね。だから1マイナーにするには、A にしないといけないんですよね。そうしたら、1マイナーっていう風に出るので、レードメーってなって、今度はここまで行ったら、キーオブ F になるわけだから、ここで転調させたいわけですよね。
で、ここで転調させたいんだけど、これがダメなのが、F に転調したとしたら、F に転調したとしたら、譜面上の表記が、ここが、シャープ3つだったのが、シャープ3つってのもダメなんだけどな。本当はこう、Am なんだから、Am イコール C だから、臨時記号なしじゃないといけないんだけど。で、次、F に転調するんだから、フラット1個になるというだけで、ここの表記が、F から考えた、D にフラットではなくて、この2フラットというのは、コードの、今コードの、あれなんで？おかしいな。2フラットってなんだ？やっぱラか。キーを基準に考えた2フラットってなるので、何がしたいかというと、何度の音を使うと効果的なのかというのをやりたいので、ここからはキーが F になって、しかも、キーボードの自動トランスポート機能みたいなのがあったら、ここで、ずっとこう、3度の音とか、3度の音を、そうだな、マイナーがあるから難しいか。3度の音を弾き続けたら、Gマイナーの時には、C の音、B の音が出て、というふうに、オートトランスポート機能、キーボードで何の、その調の時に、どういうメロディーがいいメロディーかというのを考えたい時に、ああ、そんな機能があったらいいなと思うんですが、作れないからな。